どうも、トマッピーです。どうも、安岡です。いつもご視聴ありがとうございます。今日やってるのはワンピースカードゲームガチ練習試合ということでね。はいはい、ヤソと2戦目やっていきます。はい、エリア予選に向けてね、このデッキ今回も懲りずに回していきます。はい、青赤マルコ。はい、じゃあこっちは白黒ルフィかな。黄黒か、黄黒ルフィ、黄黒ルフィ。はい、はい、まあ超マイナーデッキ対ポピュラーデッキということでね。はい、はい、どっちかっていうと本当にもう僕側の練習みたいな感じかもしれないけど、はい、マルコももしかしたら今後輝いてくるかもわかんない。ただ前回赤紫ローに行かれました。はい、はい、ちょっとキクローとかも結構いけると思ってるんだけど、まだまだ試行回数が足りないということでやっていきます。はい、はい、確かにこのマッチは打ちそうだな。グラビトもあるからな。グラビトはね、一応赤紫ロー、ルッチ、黒キルフィ全員に強いっていうことになってるんですよ、俺の中で。あ、はい、やっていきましょう。はい、どういう展開だ。最初はグッチャンキャンっぽい。やはり後手を取る。はい、後手を取ります。はい、これ先行か。はい、早く先行か。出すか、フランピー。はい、終わりです。早速減らしに行った。はい、行きます。どんどん、うん、マルコにつけてリーダー効果引いて、はい、下ですね。うん、はい、終わります。長線リーダー、はい、もらいます。はい、変化を出します。はい、サボ、終わりです。いきます。どんどん、ヒラ。はい、どうぞ。2枚引いて、で今度リーダー、うん、ちょっと待って、水を出してる。はいはい、ルーティングよりかは。はい、一瞬感覚も。はい、終わりです。じゃあ速攻で殴る場合も、はい、なるかも。はい、5戦リーダー、5戦リーダーはこれで守ります。はい、引き出して自称君武器の効果使います。終わりです。いきます。次のターン覚醒するからリーダーが、うん、あー、もう殴っちゃってもいいっちゃいいんだけど、殴ると覚醒がまあ1個楽になる。一ドン楽になるね。一ドンとか1枚ない可能性もあるからね。うん、とりあえずリーダー効果、はい、引いてこれを上に、うん、上、はいはい、ということはあいつか。殴らないでこカード使ってもらおう。うん、はい、はい、です。大丈夫かな。マルコ、終わり。うぜプチウザ。繰り返しブロッカー。それルイの効果使います。うん、で、よいしょ、火折り出します。腕を変えます。はい、ルフィ変身します。はい、うんうん。ルフィ効果で併用します。今だとできるやつよね。うん、はい。で、絆打ちます。はい、グラブどうなるか。ルフィたん7000か9000か。今9000。はい、8000、9000、8000か。8000リーダーこれもらえます。はい、はい、で9000。はい、もらえます。はい、はい、リーダー効果使って2枚をこれです。コストで1枚捨てて2枚押した。はい、はい、
きます、はい、ぜひもね、なんかどうにもうちょっとなんかいけそうならいいんだけど、そんなにいけない、なんだ、いけなくはないんだけど、難しい手がギリギリすぎて、なんかそこまでいいプランができてるわけじゃないから、俺の中で。はい、一番つけてリーダー効果、はい、ルッチとかにね、めちゃくちゃ相性いいっていうのもでかいから。はい、これ7000だよね、今ね。7000、うん、でこれを、戻したから2000マイナスするまで、はいはい、で8000でこれで8000ルフィ、うん、6000に、はい、でエース、はい、これでマルコ、はい、終わり。なるほど、無敵のマルコができたと。復活祭り、結構めんどくさいな、これ。そうだね。はい。返信します。はい。使います。はい、はい、これ。このエース捨てて復活。はい。1枚削りに行くか、はい、5000リーダー、はい、はい、終わりです。行きます、うん、9000リーダー効果引いて、うん、はい、3ですカープ倒すか、はい、で3時どうぞ、レイリー、レイリー、はい、3000マイナス、はい、2000マイナス、はい、どうぞ、終わりです、はい、手札が手札が、9枚5000ぐらいとりあえずルフィ出します。変身します。しょ、えい、ミコストのやついなくならない。危険捨てて、はい、復活、でエース変身します、はい、その子供はどっからずっと出てくるの。ハンドにいっぱいにいるからね。7000で小塚か。7000リーダー回ります。はい、9 11 15、サボサボ効果で、はい、サボ、うん、出ます。サボ、はい、サボでもないです、はい、2枚捨てて、はい、怒りの1万5000パンチ負けました、はい、きついな、完璧に回ったな。
ちょっとこのゲームが供養になるかもしれないな。はい、先行。はい、なんかずっと黒木ばかり使ってて、なんかね、途中からリーダー5戦しかないのに、ね、不安になってくるんだよ。確かに。他のデッキ変えて、なんか5ターン目ぐらいに、え ?5 戦しかないと思って。このゲーム、マリが難しいよ。難しい。なんか、いまだにマリがの一歩だと思う。好きな枚数入れ替えでもいい気もするんだけど。いや、強すぎるからね。お互いだったら、まあ、でも。いや、なんかゲームが面白くなくなるんですから。確かに。強いデッキがより強くなっちゃう。はい、いきます。はい。それはあるね。うん、安定性が増しすぎると思う。はい、リーダー効果引いて1、下げ、終わりです。何点ぐらいの反動にマリガンするかは難しいんだよ。確かに。マッチプラスやるか。トランペツ、エースが2枚下行っちゃうと一生出会えなそうだな。一期一会終わりです。あ、終わりだ。引いて、はい、移動を加えて、ピラフがない、ピラフない、溝。はい、どうぞ。え、これ、うん、で、リーダー、はい、引いて、一枚下に、うん、うん、終わりです。はい、7000リーダー払います。はい、キスの打ちます。ショルフィー、うん、ショルフィー、あ、こっちからしたらいるかもしれない。そう、はい、終わりです。はい、何個ガープ、はい、終わり。ケオだよね。うん、イベント捨てると復活できる、うん。もう一つ、もう一つ、5000リーダー、そうします。5000リーダー、はい、はい、まあ2にしとかないとね。サブ出してみます。10枚ぐらいだね。11、
開こうか、うん、引いて、したはい、でマイナス2,000、はい、ベース、はい、どうぞ。サボット、はい、これ、はい、会心、うん、6,000、リーダー、5,5,6,1くるだけか、止めたかわかんないんじゃない、はい、わからん、はい、はい、6,000リーダー、はい、はい、6,000リーダー、2,000、7,000リーダー、だが9、終わり、うん、まあ、こっからだね、こう思ってる、並んじゃったな、エースを落としたい、ルフィの効果使ってルフィサポ、はい、変身します、ルフィの効果でマルコ、はい、死亡、KO で、うん、これでマルコ捨てて、はい、捨てました、さあ変身します、1枚1000です、手だお前、手だ、7かな、8だね、リーダー、6000リーダー、はい、9000リーダー、はい、終わりです、1万リーダー、2000、はい、ラップ、はい、で、これ、うん、リーダー効果いきます、これで戻します、はい、で、はい、で、うん、エースマルコ、はい、終わり、手札が6、5、5か、何度見るか、とりあえず強制殴ってみるか、リーダー、はい、ブロック、はい、捨てます、うん、捨てます、で、9000リーダー、はい、じゃあそうなった、1枚1000リーダー、はい、はい、ブロックします、うん、嘘を捨てます、はい、
ドアを出します。抜け。まあ装備デッキだからね。はい。はい、そういうデッキですね。グラビット。はい。あそこ2枚。マルコにつけて引きます。はい。下。はい。エースマイナス2000。はい。これにつけて8000を5000に。はい、しました。終わりです。ルフィ。はい、9000リーダー。ブロック。はい。エース捨てます。リーダーの効果で、はい、エースとネックヘッド、はい、ネックヘッド変身、はい、お化け変身、はい、シュテイで19000、15000リーダー負けました、はい、ありがとうございました。卒業しますマルコ卒業します。勝てないわこれ、ダメだ。9000、どっかで3時1回出さないと。6000軍団で、ね、突破できないから8000、9000ある程度勝てないと、ルフィには余裕がありません。はい、はいはい、今日使ったデッキこんな感じです。僕はもうマルコ諦めました、完全にありがとうやそっくん、はい、試行回数不足でしたね、うん、なんかやればやるほど厳しさが見えてきた。まあ後手5の3時、まあ、3時レイリーされると結構きつそうだけど、それ以外は逆になんとかなりそうっていうのと、うん、まあ、結構やっぱさ1本みたいに先行取ってこっちは先に殴り出しちゃうと、うんうん、2本目なんてね、うん、全然回ってなかったからそっちね。そうだね、1本目はまあ分回りだからしょうがないにしても、うん、これはきついわ。やっぱりゴルフィーが取れないデッキに対してはまあまあ有利つきやすいデッキだから、ゴルフィーは暴君だね、うん、これをなんか綺麗に取れないデッキにはだいたい有利つくなってイメージで、やっぱこれが出た着地狩りされるデッキだとまあ長引いて結構難しくなるんだけど、2ターン残っちゃうとだいたい勝つね。まあこれが赤紫色を相手にもっと強い構成に寄せたらもっと勝てなくなるし、やめました。うん、まあ、やったかいあったということで、ね、じゃあそうですね、うん、カジュアルプレイにおいてはまあ楽しいし、うん、ゾロとかチョッパーとかそういうのに強かったり、まあまあ確かに赤紫ローとなんかそのキャラクターを並べまくってくるデッキばっかりの環境だったらもっとそっちに寄せてやる分には、うん、まあそういう環境ならチャンスあるかもしれないけど、ちょっとルッチ、クロキルフィーも結構いるみたいな感じだったら、まあ、そうね、まあ、ほぼ3強というかね、きついしぐらいの環境であるから、うん、そんな中でも赤紫ローが特にまあ1強みたいな感じで、うん、やっぱりレイジュいっぱい引かれたらきついみたいなのもあるし、まあちょっと出たくないですね、これじゃ赤紫ローをおとなしく使おうと思います、はい、大会では、はい、それだけしか練習しないもん、時間ないし、うん、結局ね、そう、練習で、うん、結構しないといけないから、このゲームそうね、いろんなマッチやんなきゃいけない分ある程度ね、決めてから、うん、試行回数こなさなきゃいけないから、フラフラにしてるとそう結局連打下がっちゃうとね、勝てるもんも勝てなくなる。その点赤紫ローはずっと使ってたから、うん、まあそっちでいいかなって感じだね、おとなしく、それが強いデッキなんだったら。で黒キルフィーはヤスはずっと使ってたけど、うん、やめちゃったのはどうして。いや、まあ、赤村ローがまあ普通に強いっていうのもあったのと、うん、まあ、そもそも赤村ローが一番強いと思ってたけど、うん、まずその最初ワンハッピーで手軽に変えたデッキがまあルフィで、うん、あ、なるほど、カジュアルスタートしたデッキがこれなんだ。まあ、安いよね、強さに対して。まあ、ロー揃ってなかったからワンハッピーで、そう、まあ、で、まあ、結構面白いデッキだから、近所のカードゲームおじさんだもんね。そうそうそうそんな感じで回してて、はい、まあ、なんとなく、まあ、ある程度分かったのと、まあ、仮想的のデッキを回すっていう意味でも、うん、とりあえずこれを回したわけ、ね、ああそうね、うん、赤紫ローの方がシンプルにデッキパワーが高いっていうのがこれじゃなくて赤紫ローを使う理由ですかね。じゃあそうだね、直体もあっちの方がちょっと有利な気するよね。なんかまだルフィを極めたら結構お互い極まった時どうなるか分かんないけど、うん、まあ、ルフィの方がちょっと事故りやすかったりとか、お互い理想のムーブしたらロー勝ちそうだなっていうのもあって、
なかなかね、安定性の部分高いっちゃ高いんだけど、ルフィは。うん。で、その上、その、ルフィと、あ、ローと違って、まあ、モリアにすげえ相性がいいっていうのが。黒にね。そう、黒系に、あと、かなり、普通にやったら負けないぐらい強いから。はい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 。ローってやっぱ有利でも、まあ、ちょい有利とか、うん、うん。まあ、ちょい不利みたいなのが多いけど。やっぱり当たった瞬間大体勝てるなっていう有利な相手がいますと、うん、っていうのはまあまあ追い風ではあるんだけど、ちょっとミラーがねなんかよく分かってないとこもあって、あとはそのプリンとかね飛んでくるかとか、まあ、そのハンデスロー4ロー飛んでくるかとかで何抜かれるかみたいなとこあるけど、はい、はいはい、というわけでそんな感じでお送りしました、はい、まあこのね自分がいいなって思ったデッキを諦める意味でとってもいい練習試合になったんじゃないかなと、はい、はい、思います。皆さんもちょっとでも参考になったら嬉しいです。もう完全に諦める動画で宣言するけども、この動画出るときも大会終わってんだよね、多分諦めたというね。さあこのね動画が出てるとき X でね僕らが予選を抜けた報告ができてるのか、うん、落ちてるのか、まあ、抜けれる人の方が少ないからね、まあ、圧倒的に少ないからね、うん、まあでもね頑張って楽しくワクワク戦いたいと思います。はい、ということで今日の動画以上です。今後もワンピックカード強くなるように頑張っていきますね。よろしくお願いします。チャンネル登録、評価、コメントなどお願いします。皆さん、X、Twitch もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。